毎週火曜日は経済です。明治大学准教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。おはようございます。昨日 GDP の速報値が発表されました。去年の10月から12月期の速報値ですけれどもね、これ年率換算にすると 6.3% のマイナスということで、5四半期ぶりのマイナス成長になってるんですけれども、はい、これどう見たらいいんでしょうね。5四半期ぶりであると同時にですね、2014年4月、つまりは前回の 5% から 8% への増税時よりもダメージが大きかったという結果になってるんですね。ははで、内訳を見ていますと、はい、一番大きな項目は民間の大衆消費支出、つまり、一般の家計の消費ですね。個人消費ですよね、はい、個人消費が最も強く足を引っ張っての結果ということになります。で、この2019年10月12月期に個人の消費に最も影響を与えたものは何かと、はい、これ消費増税以外にちょっと考えづらいんですね。そうです。あとね、暖冬とか台風の影響とか言ってますけど、やっぱり消費税の増税でしょうね。そうですね、増税月、つまり10月の商業販売を見ると、去年に比べて 8% 以上を減少している。あ、そうですか。で、通常、増税したその当月は致し方ない部分あります。駆け込みとその反動というのがありますので、しかしですね、その後の推移を見ると11月12月ともにですね、商業販売統計、前回の増税時よりも回復が緩い、全然回復しない状態です。で、これに対して実はやはり台風暖冬というふうに、おそらくは主張する方もいるんですけれども、これ実はですね、ショッピングセンター等の販売統計というのは地域別に出ています。はい、地域別に出て、見ていきますと、はい、どこも軒並みですね、6% 7% 減少しています。そうですか。じゃあだから、はい、そうか、台風なんか特にね、地域性が関係するから影響ないってことですよね。そうですね、もし台風ということでしたら、地域によって、大きく差が出るんですが、そうでしょうね。確かにですね、中部地方を非常に、台風の影響が大きかった中部地方だけちょっと突出しているところはあるんですが、それ以外も非常に悪い状態です。そうですか。あれ、ファックスに切り替わっちゃったな、突然。こういうことがあるんですね。電話中にファックス切り替わるってあるの？ちょっと今 ね、すいません、今ちょっと飯田さんの電話が突然切り替わってしまいまして、多分またすぐつながると思いますので、しばらくお待ちください。そうですか。いや、あとね、私今飯田さんに聞こうと思ってたんだけど、キャッシュレス決済でポイント還元ってやってるじゃないですか。いわゆるそういう景気を下支えするためにね、消費税増税の後、それもやっぱりあんまり効果はなかったっていうことなのかね、やっぱね。そうかもしれませんね。だって前回のね、5% から 8% に消費税が上がった時よりもダメージが今回大きいって今飯田さんが言ってたわけですから、やっぱりそうなると、一般的にはね、景気は決して良くないというふうに皆さん感じ取ってるっていうことなんですよ。正直、じゃあポイント還元があるからってすごく買い物するかっていうと、なんかそこまで踊らされないかもしれないなっていう気はしますよね。ねえ、っていうことなんですよね。つながったかな？まだつながりませんね。あとね、さっきも言ってましたけども、その確かに台風の影響とかってないとは言えないと思うんですけど、だけど地域差がそんなにねないっていうことですから、もう全体的に、だって関東とか中部とか、東北の一部だったでしょ、結構被害が大きかったのはね、だから、それの影響って言ったらその辺が大きく出るのは致し方ないとはいえ、それ以外のところも大きく消費が落ちてるっていうことですからね、あんまり台風の影響は、それとね、この後またつながれば聞こうかなとは思ってますけれども、新型コロナウイルスによる影響っていうのも1月から3月期は出るんじゃないかなというふうに思いますが、飯田さん、つながりましたね。
はい、個人消費の申し訳ございません。いえいえ、はい、先ほどのお話の続きをぜひお願いします。はい、さっき聞こうと思ってたんですけど、はい、いわゆる消費を下支えするためのポイント還元って政府やりましたよね。はい、あれの全くじゃ影響とかないってことなんですかね、プラスの方の。実は今回民間の需要、消費や投資の落ち込みをカバーするために、うん、確かに政府需要を増やしてるんですが、はい、単純に言うと民間の需要が、減った分で 2% 経済成長率が下がりました。うん、一方で政府の政策によっては 0.1% ぐらい程度しか、下支えされていません。プラスになってない、 0.1% しかなってない。そもそもですね、政府の支出の規模自体があまりにも小さいので、とても支えられていない状態です。あ、そうですか。この状況を考えますと、やはりですね、1月から3月期も非常に不安な経済状態、それにコロナウイルスの影響が加わりますので、そうそう、ね、これがどれぐらい打算影響出る、相当出るような気がするんですけどね。はい、ですから、うん、これを埋めるためにはやはりですね、公的な支出、公共事業だけに限定せずですね、さまざまな給付金であったり支援といったものを通じて支えないと、景気の方向性が一気に下向きに変わってしまう、そんな危険性を感じる GDP 速報でした。そうですよね。で、新型コロナウイルスがじゃあいつ収束するかっていうのも、これもちょっとまだ分からないところがあるので、はい、だから、1月から3月もそうでしょうけど、その後の4月から6月にも影響出ないとも言えないですもんね、これ。そうなんです。例えばですね、この新型コロナウイルス、実際のところの死亡率等はインフルエンザよりも低いというふうに説明されることが多いんですけれども、うん、はい、それでいて不安視されるのは、インフルエンザでしたらやはり暖かくなって湿気が出てくると必ず収まってくれるんですよね。はい、そうですよね。ところがこの新型コロナの場合、死亡率自体はインフルエンザより低いんですが、確実に収束する場所とか、または、時間というのがちょっとわからない。これ長引きますと、すでにですね、世界的に展示会の中止が続いています。はいですね、国内でもそうですもんね。スポーツイベントについても、この東京マラソンの一般参加中止など報道されていますが、オリンピックにも影響しかねない、状況になってきたと思います。ね、はい、飯田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。明治大学政治経済学部准教授でエコノミスト、飯田康之さんでした。